どうもこんにちは、シュメルです。今回はね、僕が先日のフォアウェイの発表会で一番気になった端末、メイトパッドプロ10.8インチについてね、まあ、感想を話したいんですけれども、まあ、もう先にね、結論を言うんですが、本当に一番気になった商品でありね、あのハードウェアのスペックを考えたら、本当にめちゃくちゃコスパいい端末、タブレットであると思うんですが、 あの考えれば考えるほどですねあの、購入しない方がいいんじゃないかっていう理由ばかり思いつくんですよね。まあ、なぜそう思うのかっていうのはね、まあ、これからもうちょっと詳しく話したいと思います。まずはね、冒頭でコスパがいいという話をしたので、その解説をするとですね、まあ、価格が59,800円、6万円を切る価格でありながらですね、まあ、次が重要で、キリン990とラムが 6GB、まあ、一応容量が 128GB あるんですけれども、まあ、普通にね、フォアウェイの 端末をよく知ってる人で、あれば、ね、もうこればこを聞いただけでおすげーコスパいいって分かるはずなんですよねでスピーカーに関してもですね、あの4つスピーカーついてですね、これがまあ完全にですね、あの iPad Pro ともうめちゃくちゃ対抗しているのがわかりますね。あの iPad Pro もですね、4つのめちゃくちゃいいスピーカーついてですね、僕からすればね、まあこれと同じぐらいの まあ、スピーカーの性能があるかどうかは分かりませんけれども、一応ね、あの、ファーウェイのメイトパッドプロに関しては、ハーマンカードンという、まあ、僕は知らない会社ですけれども、まあ、非常にね、オーディオで有名な会社の、まあ、チューニングを得て、まあ、経て、その、まあ、タンブレットに搭載してるということなので、まあ、めちゃくちゃスピーカーはいいと思います。で、まあ、なぜね、あの、いいかっていう、まあ、 予想できるかというと、今までのね、メイトバッドプロシリーズの、まあ、良質なスピーカーの歴史を考えるとですね、まあ今回のスピーカーもメイトバッドプロ10.8のやつもかなりいいスピーカーが付いていると僕は思います。で、次はですね、ディスプレイが QHD プラス以上の、まあ、解像度を持ったあのディスプレイですから、これもかなり期待していいと思いますし、バッテリーもね、7250mAh ということで、 まあ10.8インチのものを考えれば、まあ多分標準的かなとは僕は思うんですけれど、まあ悪くはない数値だと思います。で、細かい点も、まあ外部メモリーがね、NM カードが使えて、一応ね、付属品としても 3.5mm のヘッドホン変換アダプターですね。これが付くんですよね。これも結構いいと思います。あの iPad Pro は一切そういうのついてませんでしたから、僕はこれもいいと思います。で、あとはペンもね、 あの M ペンってやつがつくんですよね。これアップルペンシルですけれども、まあ、おそ,そらくですけれども、ほとんど似たようなその性能があるやつなんですけれども、これがね、しかも Amazon の早期購入者特典だったらですね、あの、セット割りでね、 むしろね、ペンを購入した方が本体価格、あの、本体を単体で買うよりも安い値段で売られているので、ちょっとね、わけのわからんセールなんですけども、まあ、この辺もね、買う人は必ずこの特典を利用した方がいいと思いますし、あとキーボードもですね、そこそこいいやつが、あの、1.5万円でまあ買えるので、この辺はね、まあ、普通に考えたらですね、Google Play Store を自力で何とかして、まあ、入れれることができればですね、その人にとってはめちゃくちゃ めちゃくちゃとまでいいかわからないけどまある程度いいあのタブレットになるんじゃないかなとは僕は思いますしかしながらねここまでコスパのいい端末でありながらもですね、まあ、考えれば考えるほど、まあ、購入からどん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 僕は遠ざかってしまう考え方になってしまうんですよねなん、まあ、でかというとですね結局ですね Google の Google プレイを端末に入れることができたとしてもですねあの動画鑑賞以外では本当にね Android タブレットって行き場がないんです 現時点でもその、サムスンが S ペンが使えるタブレットとか出してるんですよね。でも、やっぱりアンドロイドタブレットって本当に購入には厳しい壁があってです、ねまああのまあ、タブレットということは、まあ、ある程度、ねまあ、特にこの今回はメイトバッドプロなので、まあ、プロ用ということで生産性を求めるわけですよねで生産性を求めるということはもう同時に、ね、アプリとの連携というのが必須なんですよ。 で、やっぱり生産的なことをしようと思うと、ちゃんとしたな、それ専用の,そのアプリっていうのが、まあ、どんどん開発されないといけないんですけれども、現時点で、ね、あのタブレットの、まあ、タブレット市場っていうのは本当に iPad の独占上なんですよ。だから iPad 用にアプリ開発者も、まあ、それを最優先で開発していくわけですよね。まあ、いくらね、その、この無印の iPad といえども、あのですね、 android タブレットと比べればそのアプリのその充実度っていうのがもう全然違うわけですよね。なのでね、android タブレットっていうのは本当にね、タブレット市場ではあの本当に不利な状況だと思うんですよね。で 使ってもいないなのにですね、まあメイトパッドプロにそれなりのアプリがあるかもしれないのは分かるんですけれどもやっぱりね、まあ、そういったこう Android タブレットの状況の中でしかも Google モバイルサービスもなくてそこにね現実に6万円も払ってその不確実性を受け入れられるかっていうとまあねやっぱり最終的には動画鑑賞のみにしか まあこれはそのメインでは使えないんじゃないかっていうのがまあ僕の考えですよね。それでね、アンドロイドのタブレットもまあかなりね厳しい状況なんですけれども、まあ iPad Pro を、まあ、究極にね、もっと突っ込んで考えてですね、まあ、iPad Pro でさえも僕の中ではね、あの、この価値を見出すのが、まあ、本当にギリギリですよ。まあ、僕はね、iPad Pro を、まあ、ルマフュージョンっていう、その動画編集ソフトを使って、YouTube にね、アップロードするためだけにね、もうほぼ99%そのために使ってるんですけれども、まあ、正直ね、あの、MacBook Pro とかを買わずして、かなりね、サクサク、その動画編集できるのは非常にいいですよ。いいですけれども、 あの YouTube にまあ動画をアップロードして、まあ多少ねそこからお金を稼いでっていうのをやるので本当にね、それでギリギリ価値が成り立つぐらいですよ。もしかりにですね iPad Pro をメインで使っていて、まあほとんどのことをね、生活の全てをここでできるとしたとしてもですよ。おそらくですけれども、まああの9割こっちでできたとしても1割、残りの1割っていうのは必ずね、Mac とか Windows がなければまあ我々の生活ってやっぱりねかゆいところに手が届こうとすればねやっぱりそのパソコンっていうのが必要になるんですよ。なのでまあ僕はね究極タブレットっていうのはやっぱりね、まあ、パソコンとあのこれをね同時に使って、まあ、今までね、まあ、90100、まあ、できたことが110ぐらいになる感じなんだけれども結局まあ補完的な要素として。 まあ、パソコンは絶対に必要だとは思うんですよね。だからね、今回のファーウ w a メイトパッドプロがね、まあ考えれば考えるほどですね、まあ iPad Pro よりももうさらに利便性の低い状況で、まあ6万円という価格でね、めちゃくちゃコスパがいい、まあハードウェアのスペックを考えれば本当にいいと思うんだけれども、やっぱりね、結局、まあ動画視聴専用機、 でしか、本当に価値がなさそうなんですよね。あのスピーカー、いいスピーカー、いい画面を使って、本当にね、これしか、まあ、その使う用途がないのか。 っていう、まあ残念な方向にしか、まあ、考えられなかったのでね、あの僕の結論としては。なのでね、あの今回は本当に魅力がある端末であるんだけれども、考えれば考えるほどね、やっぱり買わない方がいいかっていうふうな、まあちょっと矛盾した、まあ、内容になるかもしれないんですけれども、まあ皆さん言ってること分かりますよね。まあ結局ね、6万円も出して買うことはないかなっていうのが、まあ、僕はね、今回の感想になります。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いし しましょう